9月12日でパリオリンピック代表選手の選出方法に関わる発表がありました。従来は世界ランキング上位者からの選出でしたが、昨今の国際勢が組みにくい状況を鑑みての措置とも言えます。国内の認定する大会において上位の成績を収めればポイントが付与され、その数値の大きさが選考基準になります。選ばれるのはまずシングルスに2名、ポイント上位者や全日本選手権の成績から2名が選ばれます。そして団体戦のために1名、こちらはダブルスが先ほどの2名と組めることが特定されています。最後に混合ダブルス、戦術の代表候補男女3名ずつの組み合わせから最も活躍すると予想される組み合わせで1組。なお2024年開催の大会のため、直前の1年間の成績を重視するため、2023年の全日本選手権以前のポイントは半分で計上されるとのことです。一見するとまともそうなんですけど、ちょっと大丈夫だのっていうポイントがいくつか挙げられたのでご紹介しようと思います。まず大きな要因として T リーグの試合もポイント対象になったという点。 T リーグ皆さんご存知の通り団体戦なんですよね。チームに言う選手が4人しかいないかって言うとそうじゃないじゃないですか。そうすると試合に出られない選手も当然出てくるわけです。ポイントが絡むことで選手の采配に影響がないとは思えません。特に外国人選手、オリンピックが近づけば近づくほど出にくくなるんじゃないでしょうか。東京オリンピックでは石川選手や丹羽選手が終盤までポイント争いをしていましたから、ビクトリーマッチ毎回丹羽選手みたいなことになりませんかね。ここで出てくるのが T リーグ個人戦という構想なんですけれども、現時点ではまだ詳細は未定とのことで、トーナメントで順位を決定することとポイント配分だけが決められています。このポイント異様に高いと思うんですけど、僕らですかね。国際戦ベスト32と T リーグ内8位が同列っていうのはちょっと考えにくいと思うんですけれども、で T リーグって興行なんですよ。スポンサーもビジネスとして乗ってきてくれてます。T リーグ規約的にはその目的は競技の向上、卓球の普及などが挙げられています。この卓球を盛り上げようっていう場を突然競争の場にしてしまうのはもったいないというか、そぐわない気がするんですよね。工業としての純粋さっていうのが欠かされてしまうような気がします。スポンサー的にはこれどうなんでしょうね。アンダーアーマーどこ行ったんですか。もう一点、国内戦の成績が重視されるっていうことは日本人にたくさん勝った選手が優遇されるということです。ただ冷静になってほしいんですけど、オリンピックで対戦する相手に日本人一人としていないこと自明じゃないですか。例えば今ポーランドリーグやブンデスリーガなどに参戦して外国人選手を日々練習試合している選手と、 T リーグで無双している選手、外国人選手に勝てそうなのはどっちでしょうか。世界選手権でランク入った実績よりも国内戦で優勝した成績の方が評価されるっていうのはさすがに基準違うと思いませんかね。100回日本人に負けても中国人に1回でも勝ったことある選手の方がメダル期待できるでしょう。その1回が本番で来るかっていうのはまあさておきで。というわけで僕が気になったポイントをまとめるとこんな感じ。ご一読ください。まあ来年の T リーグが突然2ダブルス5シングル7試合になって、試合時間クソ長で過去側のお客さんが帰れなくなったり、昇級リーグみたいに外国人選手だけの名古屋聖徳中みたいなチームが突然生まれるでもないと整合性取れないように思います。来年再来年までに外国選手バンバン招聘したり、チーム男女それぞれ8チームぐらいできたり、海外に行かなくても価値があるくらいの規模にならないと評価されないと思うんですよね。海外の試合に出るから T リーグ休むっていう選手今までも結構いましたし、それでいいと思うんですよ。 T リーグ出てる方が得するようになっちゃいけないんですよ、現状の規模だと。よくも知らないくせに思ったことベラベラ言って失礼は剥がれてると思うんですけども、代表決めに利用できるほどの価値が今の T リーグにないんですよ。だって日本人ばっかりじゃないですか。世界ランキング上から10番ぐらいまで全員日本人とかだったらまあそれでもいいですよ。中国スーパーリーグってそういう形じゃないです。順番的にはもっと T リーグでかくなってからのような気がします。逆なんじゃないですかね。というわけで日本代表選考会の場になってしまいました T リーグ、これからも大いに期待しております。この規定に変わったことで T リーグありえん活性化して10チームぐらい増えて代表選考を兼ねてるってことで注目爆上がり。連日ニュースで報道、水谷隼が試合に勝てばスポーツ紙一面スポンサー大殺到、わっしょいってなりゃいいんですけどね。以上です。ご意見とあればコメント欄でお願いします。ご視聴ありがとうございました。